本日はワールズ2022プレインステージ Day4 の模様をお送りしております。さあここからはタイブレイク実況アイズ解説アレボロさんでお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、皆様こんばんはからおはようございます、そしてこんにちはまでやっておりますワールズ2022でございますけれども、いやレボロさん、ウキウキの3時間が過ぎ、ドキドキの1時間が始まります。そうですね、まあ、ここのところでまずは RNG がグループ B で2位決まりましたから、メインステージの突破といったところをより現実的なものにするためにはこのタイブレイク2連勝、そうですね、必要になってきてますからね、うん、ただやはりフォーカスミーとしては、まあ、ウィンタイムが長かったというところもあって、はい、サイド選択権が相手側に2戦連続で渡ってしまいます。ここの難しさというところ、まずはどうコントロールするかというのが本当に重要なポイントになってますね。まあ、だから、あれですよね、今後国内でのリージョンでもやっぱり早いタイムで終わらせるっていうのは、こういう国際戦ですごくこうアドバンテージになるよという点も考慮した上でやっていかなければいけないなと改めて思いますよね。やっぱりスムーズに勝てるというところが、まあ、ゲームの内容もそうですし、こういったルールのところでもサイド選択に影響すると。さあドラフトです。イブリジネスブルースサイド、レッドサイド、デトネーション、フォーカスミー、ファーストバンユーミからターゲットバンです。まあ、まずそのEG の怖い部分としては変わらずミッドジャングルのラインがあると、非常に強力であると、特にインスパイドが重要であるというところは間違いなくある。一方でフォーカスミーとして上回っているのはボットのピックのプールの広さという点がまず挙げられると思います。ここをまずは生かしていきたいですね。サイラスはやっぱり渡してはいけないと考えているようですね。そしてアムム、オバン、カリスタ、そしてマオカイ。アムムバンということは MF アムムもちょっと警戒されていると、そのようですね。ラストバンです。デトネーションカスミ、これでグレイブス、ヘカリム、あとはケイトリンなんかも開きますが、ラストバンアジール。ここでインスパイアドのピック、先ほどセジュアニを選択しましたが、どうするか、カイサを開けるか取るかどうかというのも重要なポイントになってると思いますね。そうですね、あとセジュアニもティアが高い、まあもちろんヘカリム、グレイブスもありますからね、あとエイトロックスもオープン。やっぱりバン枠足りないですね。そうですね、足りないですね。ファーストピック、エイトロックス。まあ、ただエイトロックスに対しては出せるチャンピオンがあるというところで渡すことはフォーカスミーカスとあまり問題になってないですね。ヘカリもむしろ取れると。そしてカイサー抑えました、早めに抑えました。これでかなりそのオールイン気味の構成になっているというのは間違いありませんね。に対して EG としては、明かりが一応先ほどの直対ではバンしてたんですけど空いてるんですよね。まあ、おアフェリオスでセーフティーに、そしてタリアユさん、おちょっと悩んでます。ビクターにするかタリアにするか。タリアだと石畳がちょっと邪魔ですよね。そうですね、あとアフェリオス、スレッシュ、おタムケンチじゃないんですね。タムケンチの方が嫌だったかなという感じがしますよね。そして瀬戸サポート、フレックスですよ。でもトップミッドサポート、トップミッドサポートのフレックスではありますけど、基本的にはカイサと瀬戸のセット運用というのはある程度考えているかなと思いますね。ボットキルゲームってことですか。そうなりますね。さあバンフェズ2、残ってるのはミッドジャングルというか、イブリジネスミッドジャングル隠しましたね。隠しましたね。まあ、ただやっぱりインスパイドの得意チャンピオンリージンはバンと。さあ何が出てくるか。ここまでデトネーションカスミドラフトかなりいいですか。非常にいいと思いますね。ただまあ瀬戸のピックがどうハマるのかというのはちょっと気になるポイントではあります。そして、ああ先ほどのアーリー、非常にいいプレーしましたからね。ニャカロンにガンクが刺さらないということで、まあ、困ってたイビリジーニアスでしたから、今回もニャカロンにはそういうやはりプレーを求められると。そうですね、やはりミッドジャングルのプレッシャーのところをカバーする、特に今回ヘカリムジャングルですから、ヘカリムがミッドカバーというのはなかなか難しいですし、ニャカロン選手単独でカバーしなければいけない時間というのはどうしても生まれてしまうと思いますね。先ほど取ろうか悩んでいたように見えたタリアオバン、残っている中だとビクターがティアが高いですね。あとはまあ明かりですね、
でもビクターデザネーションカスミ取りそうじゃないですか。アフェリオスにアルティメット打つだけで。そうですね、それだけで導入できますし、ビクターはビックしそうですが、おー、ルブランバン、ルブランバンしてくれたらこれビクターでいいと思いますが、確かに他にあるとしたらベックスですか。オールイン気味構成だと、うん、ただベックス相手見たいですよね、うん、ビクターが、そうですね、まあ8ロックスが見えてますから、トップ出してミッドにラストピック、そうですね、ただこれビクター取れた時に何があるのかというところがポイントになってきますね。確かにこうなるとエビルジュニアスがルブランバンしたのはちょっと刺さりそうな、そうですね、明かり、ま、明かり、まあこれでルブランの、まあカウンターピックとしてはよく明かりに対してルブラン当てられますが、それがなくなりましたからね。ただ明かりが、そこまで今回のピックのところだと怖くはないですね。明かり単独でキル取り切らなきゃいけない構成になってますから、ええ、そのためにちょっとかなりのアイテムが必要になってきてますし、1人で入らないと合わせられるチャンピオンはいないと。そうですね、トランドルではなくポッピーでもなくグレイブスでもなく、まあまあトランドル、まあこれでヘカレムが突っ込んだ際にかなり柔らかされてしまうと。そうですね、ダブルの使いどころというのが非常に重要になってきますが、まあ使ったとしてもトランドルのアルティメットを食らってしまうと、前線を倒すのが非常に難しくなると。ナハもメガナーの時に食らってしまうとかなり柔らかくなります。さあラストピック、ビクターにするのか、それともベックス、ああもう機動力の高い構成に対するカウンターピックのベックス対アカリと、うん、そしてオールインの構成に合わせたピックになってますね。さあドラフト、運命のドラフトは終了いたしましたが、レブロさんいかがでしょう。かなりいいピックになったのかなと思いますね。おー、その先ほどの試合と同じようなマッチアップがトップレーンで生まれてますし、はい、そこのところでコントロールできてました。さらにはミッドレーンのところのミッドジャングルのラインというのが、アカリトランドルというところでこう、まあ、シナジーがあるわけではないと、というところでヤハロの選手へのプレッシャーというところは、まあ、もちろんインスパイアド、それでもミッドガンクといったところが狙ってくると思いますが、先ほどと比べると比較的、まあ、カバーしやすいのかなと。そしてなんといっても今大会で大活躍しているジャポン選手の開催が取れていると、でそれに合わせたチームの構成にもなってますから、フォーカスミーとしては非常にいいドラフト組めたのかなという感じがしますね。まあ、1点やはりスレッシュに際する瀬戸サポートというところがどこまで機能するのか、ええ、ノーチラス相手であればカウンターピックになるんですが、スレッシュの場合だとノーチラスと違って9と2つ CC ありますから、瀬戸が入っていけるかどうかというところがちょっと不透明なのかなという印象はありますね。あとトランドルですからレベル2ガンクとかもちょっとケアしたい。そうですね、レベル2ガンク、さらにはジャングルへの侵入といったところはちょっとケアしたいので、どこからトランドルがスタートしているのかというところはちょっと確認しておきたいところでありますね。まあでもハープの瀬戸、エルジェルでもやってましたし、うん、そして今大会はエンゲージサポートのところで、まあ、試合を重ねることにどんどん精度上がってますから、エンゲージの判断良くなってますからね。さあまずは勝ってラウドにリベンジマッチ行きましょう。さあジブレーブスターワールズ2022プレインステージデイ4グループ A タイブレイク、イブリジュニアス VS デタネーションフォーカスミの試合スタートです。スティール征服者に対してイスパイドはリサルテンポで、まあ、ワンブイワンですね。ああファーストストライクですね。あのかなりそのナーバーサスエトクスのところでエトクス側がスイス性を持つのが減ってますね。征服者で集団戦に寄せるルーンの選択というのが本当に増えてますね。これなぜですかね。レーンのところでドミネートができなくなっている。なるほど。もしくはまあ本当にレーンのところよりも集団戦の方が重要性が高いと、いずれかですかね。まあ、でもプレインってこう1回流れ掴んだらっていうのありますもんね。かなりまあセーフティーに行きたいと。あとはもしかしたらそのナーがドランシールドスタートした場合に水星だと通しきれない、有利が作れきれないというところはあるかもしれないですね。確かに一度リコール入れたいっていうケースありますもんね。ここは下がってしまうとエビ、そうですね、軽減値ロストありますから、うまくぴょんぴょん使いました。やっぱりレベル2ガンク強気にいったハープ、それを狙われている。イグゾーストダブルフレイ、逃げたいピラーが置かれた、ハープ狙われる、噛みついて
スローがつく、レッドバフ、ファーストブラッド獲得、インスパイアード、いやー、警戒したいと思っていましたが、やはりやってきました、イブリジーニアス。まあ、狙ってきましたね、まあ、FM としては先手取りたかったというところで仕掛けましたが、まあ、やってくるだろうというところで EG はカウンターしっかりと行ってましたね。いや、セタだったらこうなるんですよ。そうですね行きたいですからね。いや、これでユタパンもリコール、ちょっと経験値の差は、ワンウェーブ、ツーウェーブはつきそう、まあ、かなりそのボットへの有利というのはこれで、まあ、序盤考えるのは非常に難しくなりましたね。イカリムがボットカバー入ってますが、返しを狙う、レベル2ハープ、レベル1ユタポン、ちょっとミニオンシャワー痛すぎるぞこれ。いや、なんとか避けたがユタポン、また経験値が拾えないポジションへ。ヘカリムの介入、ヘカリムの介入というのを予測した上でワーディングしていたのが効いてましたね。そしてトップレーンではエビ、このウェーブはリセットかけたいはず。ただこれそうですね、インスパイアードの動き、このウェーブの状況を見るとインスパイアードトップ介入しますよね。狙っている、エビも警戒してワードを置きに行ったタイミングで来ました。ピラーを置いて、これはフラッシュアウトができないポジションへという動きだったんですが、エビはうまく対応、ただこれでフラッシュダウン。いや、インスパイアードに崩されますね。でもこれがイビルジーニアスですもんね。そうですね、もう彼が序盤のゲームを作ると、ミッドレーンもお互いどっちが有利取るかみたいな体力という状況になってます。ヤハロンの間は気になるが、ビスケットは2つある。ジェルピオンまだポジション残してますから、先ほどのところヘカリムのガンクこそ成功はしなかったですけど、ウェーブある程度ロストさせることには成功しましたかね。フリーズしたい、フリーズをさせないように動いています。いや、でもヤハロンずっといいレーニングできてるんじゃないですか。そうですね、ここミッドレーン本当に安定してると思いますね。まあ問題は6レベルからですか。そうですね、ビスケット飲んだ、いや避けます。ただファーストストライク分である程度のゴールドのアドバンテージといったところは作れてはいそうですね。うまくユタポン選手がミニオンウェーブのところ体力使いながらアグロコントロールしたことによって、じわりじわりとボットの取り返しつつありますね。ああ、入ってしまった、フラッシュアウトしたがソロキル。いやー、一番食らってはいけないスキルを食らってしまいましたね。それを見てボットダイブ、フラッシュアウト、エグゾーストもらいながらユタポンテレポートでの対応をしていくが、ユタポン耐えられるか、狙われてるピラーで逃げ道はもうない、殴り合うしかない。いやー、香りの切りになります。ヤハロンレベル5だ、6になった、さあ6になった、影星はヒットさせる、もう1回ゲージはないのでフィアにはなりません。1キル回収成功、デトネーションをかすみ。いや、まあ最低限ですね、ただトレードとしてはイビルジネスの方が有利なトレードになっていると、というのは間違いないですね。だここからヘカリムがまだレベル4ミッド介入、あれってね、なんとかまあここでウェーブリセットしてとゲームのテンポどうにか取り返していきたいですね。支援ができましたし、レベル6前に一度どっかのレーンにガンクしてテンポを取り返していく動きは行っていきたいのところですが、うん、ただどこをそこ狙うかですね。いや、大叩く出てしまいましたね、ギリギリ。ボットダイブというところに対して、まあ、ウェブのコントロールというのを取りながらレーンの主導権を取り返そうとしていたところだったんですが、まあ、かなり体力使ってウェブの主導権取り返してましたから、そこを EG としては一気に崩しにかかりましたね。
収めることにベックスにギルが入ったので、はい、最悪の状況というのはある程度免れることはできましたが、十分が少しずつキルプレッシャーを出し始めています。ヤロン、ここはしのいでほしい。まあ、ゲージが溜まってるタイミング、うわ、また来る。ホットラインへハープフラッシュあります。インスパイアのレベルは5。あー、トップレーン、ソロキルインパクト、ミッドレイン ST でスペクターズオンスローと見てからフラッシュアウトです。ジョジョ君、じわりじわりと EG がそのインスパイドに作ってもらったアドバンテージというのをゴールドユーに切り替えていってますね。どこかでデトネーションをかすみテンポ握りたい。とりあえず今耐えるタイミングになっているのは間違いないですね。ヘラルドというのを渡しながら、まずはゲームというのを、ゲームの流れというのを落ち着かせる必要がありますね。スケールでは FM の方がいいんですか。いや、決してまあ、まあ、同じくらいですか。同じぐらいとなると、この序盤の有利っていうのは本当大事なんですね。かなり大事ですね。いや、うまい。ブリンク先読まれてましたね。読まれてましたね。ここはインパクト非常に優れたプレーでしたね。そのパワースパイク自体、ボットのパワースパイクはデトネーションフォーカスミードが早いので、ええ、特にカイサが急進化したタイミングというのは小数戦で勝てるタイミングになりますから、まずそこを一つ狙い目にしていきたいところですね。あ、リフトヘラルドに去っていますイビルジーニアス。カウンターでドレイクのコントロールと、そうですね、しっかりこのドラゴン取っていきたい。ジョジョ君もトップレーン狙っている。これメガが終わったタイミングでだいぶウェーブになります。レーンリセットを考えてレビー、アルティメットまで使って体力を削ったが、そこにいるんだジョジョ君が。フラッシュはあるぞエビ、どう避ける。ここでフラッシュアウト。ここはトップレーンのプレッシャー作りながらジョジョ君を釣りましたし、非常にエビ選手はいいプレーだと思いますね。トップレーン苦しい状況にはなってしまいましたが、ここからミッドボットのところのゲームテンポを取り返していって、ここを軸にフォーカスミーとしては戦っていきたいわけですからね。エイトロックスが揃ってしまいますが、まあ、これは仕方がないトレードだと思います。さあ、個人金額今画面下で表示されてますが、トップレーンで1000ゴールド差、ジャングルで500ゴールドにスパイアドが有利、 ADC での差は300ゴールドです。経験値もうまく逆転できたようです。ここは本当にうまくやりましたね。インスパイアを発見、入ってくるところを待ち構えてますね。カウンターをボットのところで狙ってますね。ただそこには入らない。魂指してくるところに対してスティ選手はアルティメットで入ってくる。ただインスパイアはボット近くにいる。この情報はデトネーションをかすみありません。明かりがボットサイド側に体を隠そうという動きも見せてますね。フラッシュインでハープ狙ってますが、ちょっとおかしいと思いましたかね今。そうですね、明かりまでボットに寄りましたね。さあ、リフトヘラルドでボットタワーを取りに来ています。どうする、戦うか戦わない判断。スティールはまだ隠れている。いや、ここはただうまくプレッシャーをかけてカバーしましたね。本当に弾破壊される危険性もあっただけに、うまく圧力を与えて被害を本当に軽減したと言うと思いますね。ここからやはりそのヘカリムのパワーを軸にゲーム取り返していきたいところですから、うん、こういったところのアクションを成功させるというところがとても重要になってきますね。あ、強引に降りに来た。これでファーストタワー獲得はイビルジーニアス。ここの判断的確でしたね。一気に ADC 差1400ゴールド差。これでコアはできるでしょう。ビシックは香り完成できるでしょう。ここで、まあ、やはり少数戦のパワーといったところをフォーカス見方に持ってますから、そこを狙っていく動きというのはハプ選手とスティル選手を軸に行っていくという形に切り替えていきたいですね。おっと、明かりがボットを狙っている。いや、気をつけなくてはいけない。ああ、ただこれヤハロンも気づいてボットサイド寄ってますが、
さあ逃げる方向間違ってはいけないぞ、ユタポン誘った、誘った動き、ただこれはワードで映っています。おっとトップレーン、そしてトップレーンではショーストッパーから仕掛けているのはデトネーションフォーカスミ、ダメージが足りるか。スペクターズオンスロート強引にいった、スティール拾った、ただビラフレイ、これはイーヴィルジーニアスもうまい11トレード。この11のトレードはフォーカスミとしては悪くないですね。悪くない、はい、こういったところを繰り返して少数制のところでヘカリム育てていって、そしてミシック完成させたヘカリムで、またアドバンテージを広げていくという動きにつなげられますからね。なんといっても香りアフェリオスのフラッシュクレンズ落ちましたし、ここ前線になったところでしたね。ああ、これはお見事ですね。お見事ですね。そしてエグゾーストが切れるのを待ってアルティメット、相手のスキル全て使うのを待ってましたね、ステイ選手。非常にいい判断でしたね。ただ、待ってしまったことによってグループが間に合ってしまったというところではありましたけど。さあ今度はミッドレインへ。ミッドレインではヤハロンがタワーをほとんど削られていませんから、じっくり腰を据えてファームしたいところです。インスパイアド、こういうところが怖いところ。いやー、ピラブラストゴン、いやー、これは手前に飛ばされたスティール。いや、これはどうしようもないですね。香りのキルです。そしてそのままトップレインへのプレッシャー、エビどうする、1対4だ。いや、これはちょっと EG としてもリスクありますね。まあメガになりますし、はい、ミッドからトップに寄る素振りというのを見せてましたから、そこワード映ってましたし、 EG は無理しなかったですね。やはりちょっとインスパイアードがしっかりとゲーム作ってきますね。2キルの腕と2アシスト。このファイトでちょっとカイサーのビルドがまだできてないですが、ギバインサンダラができたヘカリも生かして先にポジション取ってるアドバンテージ生かす狙いに切り替えてますね。ドラゴン触りました。でもファイトしたいと。さあこれに気づいたイビルジーニアス、ランタンから置いている月光の祈り、キヤッとする体力だ。ただヤハロン掛け放しからいった、ダメージ取りました。掛け放しもう一度打てますが、さすがにちょっとゲージ溜まったとはいえ入っていけないですね。そうですね、ちょっとヤタポン危険な位置でのリコールだ。あのレンワードがずっと効いているので消しておきたいですね。あ、ただインスパイアードがドラゴンに触りますか。いや触らない。さあここから少しずつキルひねって返していきたいところです。そうですね。お、これドラゴンファイトのところ、ただベックスのアルティメットがないというところですから、ちょっと難しい判断にはなりますね。エビのリコールも妨害されました。インパクトはテレポートあります。ズジュプンもテレポートがある。1-3-1の形だと少しでイビルジーニアスの方が有利なチャンピオン構成をしているでしょうか。ミッドボットのプッシュのところからのドラゴンのアドバンテージ、まあ、ドラゴンへのアプローチ有利を維持握ってます。フォーカスミアとファーストドレック取ってますし、まあ、ここは無理にドラゴンファイトのところ狙っていかずに、相手がドラゴン狩り終えたところをサイドへのプレッシャーをかけながら分散させていって、そして少数戦のところを作っていくという流れにしたい、していきたいですね。リフトヘラルドに触ります。さあこれでドラゴン獲得、イビルジーニアス。これリフトヘラルドにも来そうだ。インスパイアドランタンで、いやーかなり速い。トップレーンからはインパクト挟み込む形、ユタポンまだ入れない。ヤハロンテレポート、フックは一応避けた。そしてハープのエンゲージ2人にスタン、香りはクレンズを使った、それを見てから入りに行く。さあユタポンダメージされるかと思いきや、香りは前に行く、2キル獲得イビルジーニアス。いやユタポンそれでもステップでスイートスポット避けながら香りに行きますが、月光の祈り、いやこれヘカリムがバックライン入るためにかなり体力使った後だったので、ちょっと届かなかった、足りなかった。そして、まあ、ランタンが
ム・バルカンずっと温存してましたね。スリーキル獲得、イヴィル・ジーニアス育っていれば取れてたんでしょうが、もう少し5-5のファイト我慢してもよかったかなという印象ありましたけど、焦る必要はなかったと。はい、これでアフェリオスがコレクターまで完成。この時間かなり強い、アフェリオスになりました。ベックスもポジション取れてないですね。ボットレーンのウェーブのクリアしてましたし、一応テレポートは見てましたがという。いや、そうですね、飛び込みながらヘカリムアルティメット当てられずに倒されてしまいましたからね。ベックスのアルティメットというのも非常に効果的な機能しませんでしたし、これはちょっと無理やりすぎましたかね。まあでもバルカンがうまく守ったと。そうですね、フレイト、そしてランタン生かしてカリムのパワーを最大限削り取るような形でプレーしましたね。さあ、ようやくミシックできましたよ、ユタポン。まあ、それでも、まあ、中央通線を狙っていくという形は継続しなければならないですね、うん、何もせずにスケールするという構成ではないですから、とにかくキルを取ってお金をアイテムを優先してっていうようなまあ構成であると。そうですね、あ、ダブル使ったチャンス。さあ狙っていく、ニャハロン、アルティメットで10分逃げようとする、テレポートまで使いました。おっと、逆に仕掛けてくるのは10分、それを見てし、いや、デザネーションをかすみよう、その10分を倒そうとしますがスキルが当たりませんでした。エビメガナ、インスパイアドの寄りが非常に早い。いや、トップに引きつけた。ミッドレーンでは2人、ハープとユタポンが残っている。さあ、ハープがその通路を塞ぎに行き、そしてユタポンはミッドレーンへの CG、 ただそのハープを捉えています。ミッドレーンのレーンワードによってこのハープの動きというのが丸分かりでした、エビリジーニアス。ただトップレーンではシャットダウン、シャットダウン、ヤハロンがキルを取りました。インパクトを倒しています。一時トレード、あ、返したリコールできた。悪くないですね、ミッドファーストはこれで守れるかどうかが重要になってきますが、リフトヘラルド召喚、スティールもアルティメットがありません。タポンウェーブクリアできるが、いや、赤白だ、これは諦めています。このインナータワーを守りたい。タックルはギリギリ潰せましたね、いや、これまあ、今のような形で、まあ、プレッシャーかけながら孤立しているところに対して入っていくと、明かりのフラッシュアルティメントありますが、2人で狙う、チュチュピョンを狙う、瀬戸も寄ってます。さあ、ハープを来た、赤毛星、当たらず、煙幕の中、アルティメットいいで、うまく逃げます、チュチュピョン。おっと、また仕掛けに来る、そしてソロキラー、ただキルはヤハロン回収です。かなり攻撃的なプレーを準備しましたね。逃げないですね、本当に。仕掛けてくるんであればやり返すぞと。キルトレードになれば、明かりの方がアイテムビルドのところでスケールするという判断もあっての強気なプレーのようにも思いましたね。ただまあ、今のような形でフォーカスミーとしてはそこにこれで解散も加えていけるとベストかなという感じがしますね。とにかくユタポンにお金を集めたい。そうですね。さあ、次は20秒後にドラゴン。ここは渡す判断でトップのフォースターを取りに行くというのが、まあ、フォーカスミーからすると考えやすいポイントになるかなと思いますね。リプレイです。トップレーンのキルのシーンですね。キルは誰に、ヤハロに入ってます。あ、なるほど。まあ、ここのシャッダンゴールドのトレードでもありますし、非常に 1-1 のトレードになったと思いますね。フォーカスミーとしても少数戦のところで取り返していこうという感じで、しっかりと徹底できたのは非常にいいですね。トップのターン大成功、デトネーションフォーカスミー、ゴールド差は2000ゴールド差、全然逆転は難しいというような金額差ではない。全くないですね、しかもそのカイザのファームが削られてないんですよね。ああ、確かに。なのでここ順調にユタポン選手が、まあ、もちろんゴールドはカーリー選手は持ってますけど、はい、欲しい、
いや、いいトライですね。積極的ですよ、この。レックスのアルティメットに、レベル2になってますし、これだけゴールドを持ってて、バーストも高い状況になってますから、積極的に狙っていきたいですね。ゾーニャは買わずにシャドウフレームですからね。操作修正もありますし、入れば相当ダメージが出ます。このジュジュ君がトップタワー取れてないところから見ても、イブリジーニアスとしては早めにこのトップタワー狙ってくるんじゃないですか。狙ってくると思います。というよりも5対5のファイト狙いますよね。あ、5 on 5。はい。相手もアドバンテージというのを生かすには、やはり同数でのファイトになりますが。さあ、集まってきた。バルガンインスパイアード。ただこれはスティールも予測しています。ダイバーさせない。クックからジョイブの仕掛け、いい渡っている。スティールはアルティメットを逃げに使いました。タワーした。いやー、ただジョジョプンがキルを持って、そしてランタンで逃げることに成功。テレポートでやってきたインパクト。エビはタワーしたい。月光の祈りから、ヤハロンデッドだ。さあ、ハープがショーストッパーからいいダメージを出しました。1キルは返した。デトネーションをかすみ、ただユタポンが殴りに行けない。主戦場にキラーボイドで入ったが、タワーが壊れた後だ。逃げ道がなくなった。いや、これは厳しい。チェイスになっている。これで4キル獲得、イビルジーニアス。エビも時間を稼ごうとしましたが、香りトリプルキル。いや、あのアフェリオスのアルティメットが当たったのが本当に大きかったですね。アルティメット、いや、ヤハロン選手アルティメット打てません。クルダン上がってなかったかな。可能性ありそうですね。ミッドで使いましたから。さあ、これでバロンに触っている。アルティメットがないので、スティールもこれはいけません。バロン獲得、イビルジーニアスです。まあ、ここはやはりちょっと耐えるタイミングになりますね。リプレイです。まあ、ワード置かれていたことに気づかなかった。あ、まあ、ここのコントロールで気がついた。いや、タバレタン全然ナイスフック。あ、ヤハロン R ないですね。そうですね。このところでの、まあ、バルカンのスレッシュがハマってますね。非常にいいプレーを続けています。このフックもフラッシュを避けなければなりませんでしたからね。なんとか明かりを倒すことには成功しましたが、だいぶのプレッシャーといったところの生かし方が非常に良かった。タワーもすぐさま、これインスパイアードがすぐさま気がついて、タワーにフォーカスしてオートタックしていたのが来ましたね。おっと、ジュージュをまた囲い込んでいると。捕まえた。さあ、捕まえた。これは倒せる倒せる倒せる。キラーボイドについていって、ユタボンがキル獲得。ミッドタワーはただ取られるか。おっと、イビルジーニアスは下がりました。トップのセカンドタワー優先しますか。なるほど、トップレーンへローテーション流れています。ユタボンはボットレーンでのファーム、ハープはディープワード展開。いや、もうフォーカスミットとしてはトップのインヒビターを守れれば OK という判断になってますね。というよりも次のドラゴンファイトを見据えて視界のコントロール優先しましたね。これヤハロン選手用へのバック TP ラインの置き方になってます。しかもクルーグのところにはコントロールワード、あ、気がついていない。あーっと、エビ危険だ。ここはバレないようにぐるっと回って、いやー、よく生存しました。そしてそのエビが稼いだ時間でボットのアウタータワー破壊成功。ただユタポン行きすぎるな。ああ、もうこれはテレポートで狙われています。いや、これはもうファームして逃げるしかないですね。さあ、またしても香りのキルです。これんドラゴンのコントロールはちょっとこれはまあ渡すしかないですね。ただ逆サイドで、逆サイドでとにかく何かアクションしようと、デトネーションフォーカスミイブルジェイアスが集まってくる。逆サイドでいいや、集まるという行動がかなり頻繁に見られます。ミッドの差、インヒビターとは守れるかどうか。まあ守れそうですが、ヤハロンがウェーブクリア早いですからね。そうですね。さあ、ここはウェーブクリア。ただジュジュという、そして香りが育っているのが怖いところです。デトネーションフォーカスミシャットダウン、ゴールド 700G 持っている。かなりこのアフェリオス倒せるかどうか集団戦の要になってますね。
エリア、ケミパンクチェーンソードセカンドにアーマーが詰めていない、ほとんど。そうですね、これもうバースト、まあ、CC チェインでアフィリオスを倒すしかないですね。ああなるほど、もうそのために武器買っていると。そうなりますね。あとはまあ8アップ対策という部分はある程度あると思いますが、さあこれで3つ目のドラゴンです。ディビディジーニアス、オーシャンドレイク、ミッドナウターがあと少しで取れる。インスパイアだが怖いが、それでも取りに行く。ユタポン、さあ逃げろ。これちょっとベイトもありますね。横からジョジョピョン、ハープが壁になるが、ユタポン強気に殴りに行ったところ、スキルが当たる。ただキラーボイド、そしてショーストッパーでジョジョピョンをユタポンから跳ねのけます。そしてエビ、メガナ、時間を稼いでの影奉仕、ダメージはただ足りるか足りないか。いやジョジョピョン生存だ。いやナイストライではありましたが、エース獲得、イビルジーニアス。これコントロール相手のテレポートだったんで、イージーベイトされていくことが分かってましたね。ゲームエンドでしょう。デトネーションフォーカスミー、インスパイアードに全てしてられました。そうですね、まあ、でもこれがインスパイアードなんですよ。これがワールズランです。2位は無理でしたが、それでも上位4位、次のステージには進出できます。勝利したのはイビルジーニアスとなりました。まあ、レベル2ボットガンクのところを警戒していたとは思いますけど、ワードも置いてましたし、ただ、まあ、仕掛けが早すぎてインスパイアードの動きに気づいたときにはもう遅かったというところから、ちょっとテンポを失ってしまいましたね。ここからなんとかウェブのコントロールから序盤のミスというのを取り返そうとしましたが、無理をしているところに対してもう一度圧力かけることによって、イビルジーニアスとしては有利を広げていったと。ただ途中途中のところで少数戦を軸にマップ全体でプレーするというプレッシャーをすることによって、ユタポン選手のファームの時間はある程度稼いでいましたし、フォーカスミーとしては序盤の、まあ、相手に取られたアドバンテージといったところに対して冷静に自分たちの構成の強みを生かしながら逆転を狙っていたのは見事だったと思いますね。ただやはりそれまでに築き上げたアドバンテージというのが EG 大きかった。そうですね、先ほどのゲームだとエビもトップレーンでうまく8ロックスに対して名を当てを抑えていたんですけど、この試合ではインパクトが上回るというシーンもありました。まあ、やっぱり一番大きいのはその前のところガンクが入ってきたことですよね。あれによってフラッシュが使わされてしまって、まあ、ウェブのところのコントロールを、まあ、取り返せなかったというところでしたね。ただまだデトネーションカスミーのワールズの、まあ、舞台というのはまだ終わりません。明日ですね。そうですね、明日この次の試合のタイブレークで負けた方と BO5、はい、そうですを行います。まあ、先ほどまで僕はその明日は3時からグループ A のタイブレークがあると申し上げましたが、うん、ちょっとスケジュールに変更があったようで、はい、先ほど連絡ありましたね。BO5、2試合目の方に、はい、グループ A の BO5 が、まあ、一応予定だと8時とは出てるんですけど、これは早まる可能性も十分ありますので、まあ、後半の方にデトネーションフォーカスミーが、まあ、出るよということになります。悔しい。そうですね、強かった。やっぱりちょっとインスパイアードが本当にやられましたね。いや僕も嫌な予感してたんですよ、ボットにレベル2ガンクは。まあ、まあ終わってしまったんでね、もうしょうがないですけれども、ね、はい、はい、まあでも次ですね。そうですね、はい、明日まず BO5 しっかり勝って、そうですね、切り替えて、はい、切り替えていきたいと思います。さあ続きまして、グループ A のタイブレイクがそのまま続きます。ラウド VS イビルジーニアスとなりますが、ここで一度インターバルです。それでは一旦失礼いたします。